はい、ショートスリッパー。 あっちゃんです。すす。す。今日も楽ししししくくごに関連する情報を配信いいたしままよろお願たはい。今日からですね。あの、コインマーケットキャップを使わずにですね。この、アップドット、サンティメンセンチメントドットネットをですね、ちょっと使っていこうかなというふうに思います。まあ、これ意外とですね、まだちゃんとね、分析できてないんですけど、意外とおすすめかもしれないですね。何がおすすめかと、あの、開発状況がね、一目でわかるんですよね。えー、例えば、同時コインが全然開発してないと。開発 しててないのに爆上がってるとかですね、まあ、そういったコインをね、私あまり興味がないというか、再投資対象外にね、位置づけているので、まあまあいいんですけども、おお、来た、カルダノが80.8ドル <laughs> 突破してる、すごい、リップルも上がってる、ああ、バイナンスコイン、すごい、バイナンスコイン。 100ドル超えてる。すごいね。これ160%だって。これやばいね。もう、アルトバブル来ちゃったよ。歴史は繰り返す。アルトバブル。さて皆さん、歴史は繰り返すという言葉はご存知でしょうか歴史は繰り返すということは何が起きるか分かっておりますよね。そう。バブルの崩壊です。さてさて。皆さん、バブルの崩壊準備はできていらっしゃいますですかさてそれがいつになるのか私は知りません。 皆さん <laughs> 予想していきましょう。まあどうなんだろうな。もう私はね、正直ね、バーブル。 バブルの痛い思いを一度してるし、まあ二度も三度も変わらないかなというところと、まあもうここまで来たらね、もう楽しくてね、バ,バブルで資金を失うまあ失う,うか含み損ってやつまあ含み損というかその減っちゃうやつね。まあそれでもいいかなというふうにはちょっとね思っております。まあ理覚して税金も払うっていうものも半分ぐらいあってもいいかなと思うんで思うんですけど、まあまあ私はですね、もう暗号資産仮想通貨に来て仮想通貨に死ぬと、死なないか <laughs> というような感じであったりするので、 はい、まあね、まあ、これだけね、暴投すれば暴落もあるということでございますよ。で、バイナンスコインね、BNP、BNB 持ってる人ね、おめでとうございますということで、私はね、残念ながら持っておりませんが、まあ、リップルもね、上がってよかったですね。うん、でビットコインが まあまあ、伸び悩むってさてね、400、4万2千ドル超えてるからね、まあ、かなり素晴らしいかなと思うんですけども、体の間来たね、これ。体の間過去最高、あれ ?5 位でしたっけ ?3 位でしたっけ俺、もう新記録かな ?4 位。あれ ?3 位だったかちょっと忘れちゃいましたけど、5位だったかなか過去最高だと思ったんですけどね。さてさて、体の間来ちゃいましたね。これ、まさか、イーサリアムを超えるのか。まあ、イーサリアム、どうなんだろうな。超えそうな気もしますけど、ただ、あの、ディファイのね、プラットフォームとしては、 まあ、一つのね、えー、ポジションを取っちゃってるので、まあ、カルダノもね、その、全く同じディファイで行くとはちょっと思えないので、何かしらね、えー、大手のあ大、大きな企業との提携だったり、 まあ国がね、そもそもね、体の枝を使うとかね、いうような話も、まああるかもしれないですし、まあそういったジャンル、新しいジャンルを切り払いていってもらえればいいんじゃないかなというふうには、まあね、思って楽しみにしてますというような感じですね。はい。さてさて、アルトバブル、皆さんどうでしょうかもうこれね、みんな何かしら上がってんじゃないですかうん。どうですか皆さん。皆さんは何を今、にんまりしてますかもしかして、2017、18年から仮想通貨なんてもうやってないとか、そんな寂しいこと言ってないですよね。そうしたら、残念です。 まあ、まだね、えー、次のね、えー、下落相場に見事に乗ってください。そうなってればいいかなというふうに思います。はい。で、今日はですね、またね、リップルの話していきたいと思うんですけども、リップルね、爆上げ、えー、爆上げっていうかね、0.5ドルね。まあ、このままで行くと、うん、行っちゃいますね。0.70。リップルがね、リップルがですよ、リップルが過去最高にいったらもう湧きますよね。日本国内。やばいね。また仮想通貨ブーム来そうだね。うん。 なんでね、こっからまあ、今のこのリップルにね、100万円を投じようと、しようとするね、えー、勇気のある人はね、な、まあ、かなかいないとは思うんだけども、まあ、それはね、やったらね、かっこいいよね。もしかしたら最高に言ったら3倍 ?3、7、2、4倍 ?4 倍ぐらい行っちゃうちょっとわかんないですけど、リップルね、2月22日だっかいあ、そ、セックのなんか、えっ、ー、と、初公判じゃないけど、なんかイベントありますよね。 うん、まあ、そのタイミングでビットコインがね、暴落してなければいいかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、このチャートはね、いつも軽くね、見てる人なんですけど、まあ、今はね、えーまあ、横横から上がってくるというような予想ですね。まあ、この予想だと0.7近くまで上がるよっていうふうな感じにはなってますね。はい。まあ、これをどう捉えるかはあなた次第というところではありますけども、まあ、リップルね、ポジションね、俺解消しちゃったんでね、なかなかちょっとね、このリップルの上げに 対して喜べないというととうころでであるんですけど、まあ、皆さんがね、リップル、えー、ちょっとね、利益含み取出ていたらおめでとうございますというところでね、私もね、一安心というようなところではないでしょうか。で、はい、今日はですね、あのいつもでね、記事見ていきたいと思います。えー、ちなみに私の関連する記事はですね、まあ、なんだろうな、面白いからというような観点と、その選定の基準はね、いまいちね、僕自身もよく分かってないんですけども、まあ、パッとね、興味のあるやつをちょっとピックアップしてます。まあ、ビットコインはでですね、えーとまあ、通貨の中でも 世界通貨のランキンキグでで上位に入っていきたいきとううような感じですね、うん。ビットコインがね、えー、なんと、このマーケットキャップトップ15入りしてるというところですね。まあ、こんなのね、普通にいっちゃいそうだよね。普通にトップ1、2、3に入ってきそうですけども、まあ、これがね、CBDC に、えー、変わるようなタイミングで、大きなね、 暴落があるのかもしれませんが、ちょっとね、そこは誰にもわかりませんというような感じですね。で、あとは、まあ、コモディティランキングということで、金とかね、まあ、株式とかね、そういったの並んでますけども、まあ、ゴールとかね、圧倒的に1位な座を奪っているもののビットコインがね、なんとトップ10入りしたと。うわこれはすごい、これはすごいことですね。まあ、シルバーもある中で、まあ、ビットコインね、えー、ついに上位が見えてきたというような感じですね。はい。まあ、時間の問題かなというふうに思うんですけどもね、うん。まあ、これは楽しいことじゃないですかということでね、えー、皆さんもね、 にんんままりしていいいるんじゃないかなかと思います、はい、で次、ディファイ関連の、ね、技術、試験運用制度ということで、ディファイも、ね、今後ど,どこまで盛り上がっていくかと、ディファイがまあフランス規制機関で、ね、金融庁市場の中でまあ注目してるみたいなね、そんな話が出てます。ディファイというキーワード、まあ、言葉としては、ねえーとまあ、認知されるようなかっこいい、ね、用語かなというふうに思うんですけども、まあ これがね、本格化する分散が金融、えー、既存の金融を崩壊して分散金融に取り入れて、まあ、これは当然世界は、ね、取り入れていくと思うんですけども、まあ、これがね、イーサリアムベースが中心になっていくのか、また独自のプラットフォームが作られるのか、またまだね、他の暗号資産が担うのかといったところは、まあ、わからないですけども、まあ、一つの確実、予想として、まあ、ディファイが来るとしたらですよ、何かね、暗号資産、うん、よりイーサリアムに変わるものが、ね、もしかしたらね跳ねるかもしれないですね。なんで、まあ、ディファイのプラットフォームを謳っている通貨というのも、 もしかしたら新しいのが出てきたら楽しみ面白みがあるんじゃないかなというふうに、まあ、ちょっとね予想するのもありなんじゃないかなというふうに思います最近リップルと言われてですねなんか不,不確実性にいかに乗るかというところが一つのテーマになってしまっているんですが、まあ、こういったのも、ね、注目していくといいんじゃないかなというふうに思いますはいということでですね、まあ、今日はちょっとさらっとしてますけどもアルトバブルということで皆さんね次何狙っていきますかと、まあ、ちょっと私はねもうなかなかあのー、アルトコインに資金を投入しすぎて、まあ、月のね 上限をはるかに超える資金をね投入しすぎてですねもう今月はねもうお腹いっぱいということでですね来月にちょっと控えていきたいというふうに思いますこれからねひたすら労働してまあ、動画もいっぱい上げてってですね、えー、なんとか1円でもね稼げるようにねちょっと頑張っていきたいなというふうに思っておりますはいまあ、ということで皆さんもね、えー、すおすすめのアルトコインとかあればねぜひねコメント欄に入れてもらえると嬉しいですはいそして、えー、チャンネル登録をお忘れなくということで終わりにしたいと思いますありがとうございましたごち